どうも、ヌヌです。ソルト&サンクチュアリ第5回ですね。始めていきたいと思います。前回の最後のあたりですね、変なところっていうか森で見張られてる森だったかな。あそこでやられてしまって、で、その後裏作業で、塩を回収しに行って、機関の、角笛で戻ってきたところです。で、早速レベルアップしていこうかなっていうとこですね。レベルアップしといて、ムクムクしていこうかな。で、捧げときましょう。このサンクチュアリにはこれ以上配置できません。配置できる人数が決まってる。友よ、テーブアラのために光を届けていますか？あ、何これ、こうやって移動できるんだ。ほほえみの村とか。で、この人は鍛冶屋だよね。鍛冶屋さんは使えるものを、てかさっきの前のところと顔なも変わんないか。解毒剤は欲しいな。あ、ランタン売ってんじゃん。ランタン買います。で、ランタンはどこに装備するの？ここか。で、スキルツリーなんですけど、どうしようかな。3あるんだよな。槍使い、あーでも槍使いは1個取っとこうかな。文字使い無知だもんな。ここ取っていろんな武器使ってみたいっていうのもあるんで、まあ、器用貧乏になりそうな気もするけど、これは何、この体力強化、体力強化、回復瓶が欲しいけど、精神力強化、技量強化、取っとこうか。とりあえず インベントリの
で、ここも強化したいけどね。あと1個。移動しましょう。こっちに。これは雇うやつか。この人は聖職者か。プラス2の祈りが必要。移動させてくれそうだね。ちなみにここはどこだろう。ここにアイテムあるんだよな。これ何使うんだろうね。いろんなとこにあるけどさ。案内人の石。大いなる治療。祈りか。いや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 、死ぬ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 。ほら、あー落ちる。よいしょよいしょよいしょ。ユリア、暗闇の下に。ほうほうほう、どうやらここで行き止まりのようだの。わしの記憶が正しければ、ここ
ここに立つオベリスクが城に入るための鍵、扉となる。これオベリスクっていうの？しかしその扉を開ける鍵はどこかとなると、あるいは岸辺の近くのにある廃墟の地下を調べてみたらどうかな。忘れ去られた、なんて読むんだこれ。ランタン持ってるから明るいね。これでこれつけるでもいいか、松明。村の方に移動しましょう。ランタン明るいね。いや明るくないか、暗いけど明るいけど暗い。あっ、ああ、ああ、ああ、厄介だなこいつ。コケムシとアミュレット、アミュレット今ランタンつけてるけど、攻撃速度が上昇。お、いいね。ここ扉が、扉っていうか進行先があるけど、ん？真空のキュロットとか真空意識、真空は何になるんだ？軽装備か。逆だね。今装備してるのが重装備だから。はい、でも罠ですよ。きてえな。ほら、
あ、これ村に戻ってきちゃったんだ。本当はあれかな、こっちから来るもんだったのかな。なんか見たことあるなと思ったんだけど。え、これ村じゃね？まあいいや、行ってないっぽっか。これ崩れる足場か。うわー、何これ。いやーって、なんか噛みつかれてる。やめて、やめろ。食われたな。多分この先暗い場所があるからランタン一応置こうと思ったけど、降りてないとダメだね。確かこれ先に進んだはず。で、こっち、あー、痛い。で、こっち進んだんだ。んで、宝もこの取って上に行ったんだ。で、三原の森に入って、で、ここは2つ出てきた気がするんだけど、で、小弓の村かっていうね。で、この持って行って、こっち側に行ったんだ。
ない思いをしながら先に進んで、そうそう、ここだよ。ガードするもんじゃねえのこれ。やべ。ああ死んだ。塩が盗まれた。永遠に。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。